地元の若手アスリートを支援している明治安田生命。今回は岡山支社からの地元の元気ニュースです。総社市との包括連携協定の一環で地元 J クラブファジアーノ岡山のコーチをお招きし、小学生向けサッカー教室を開催。小学1年生と2年生総勢78名が参加し、サッカーを楽しんでいただきました。またフードロス問題や貧困問題に取り組むこの人間プロジェクトを支援。従業員から募金およそ20万円をプロジェクトに寄付しました。さらに障害がある兄弟姉妹を持つ方々が抱える問題やヤングケアラー問題に取り組む団体への支援も実施しています。これからも明治安田生命岡山支社は地元の元気に貢献していきます。